あんな小僧が最後の希望とはね。仕方あるまい。そのためにやるべきことをやっておかなくてはな。猫ちゃんが気をつけろってさ、何も言われるまでもねえやな。お前は不安定な存在だ。こんな状況じゃちょっとした弾みで消えちまう。自信ねえなら逃げてもいいんだぜ。死ぬやりますさ。どうする？逃げる？欲望を抱けど行動せぬ者は災いなりだそうだ。オーケー、詩人ちゃん。だが忘れんな、俺たちは一心同体だ。お前がやられりゃ俺たちもアウト。だから対処続行、それが最高。はいよ。来てくれ。場所は？えいへい、そこにいりゃいいぞ。もう見えてるからな。すぐに行く。クリフォトから離れねえ寄生虫野郎だからな。お前バカにしてる。やっべ、俺をバカにしてる。聞こえてた。耳はいいのね。殺せ、お前をぶち殺してやる。
お前には無理だ。空は鳥のため、海は魚のためにあるごとく、下劣なものには軽蔑を。ちょっぴりまずいんじゃねえ？やべえよ、やべえよね。おいおい、待て待て待て、マジで言うの？マジで？それ、かっこ悪くね？バカを言うな。あれはさすがに俺ではどうにもできん。